極端に言ったら金ないから毎日カップラーメン食ってるよ俺って言ってるやつってデブると思わない？そう、普通に想像の範疇でいいんだけど、お金ないから毎日カップラーメン食べてますっていう人って普通に1日3食カップラーメンでデブると思わない？単純に だから、じゃあなんか皆様が想像するオタクってさ、ガリガリの痩せてるオタクと極端に太ってるデブなオタクと引きこもりってデブなイメージない？引きこもりって俺はなんか痩せ型より太ってる人の方がイメージするのね。それって運動しないでなんかジャンクフードばっかり食べてるからっていう。そう、安くてカロリー高いものがジャンクフードだから、それで運動がないってなると太るよねっていう。だから金持ちがイコール太ってるはちょっと違うのかなって思う。野田の悪口、だから野田くんとかもそうだし、俺とかもそうだよね。ジャンクフード大好きだからね。あと金持ちにも種類があるんだよ。生まれた時から金を持ってるのとね、金を作るのが上手で金持ちになった人間だと全然ちょっと違うと思う。そう、生まれた時から蛇口から金が出るような生活してるやつとかは太るよ。でも貧乏から成り上がった人間とか俺は太ってないイメージ。わりかしもちろん太ってる人とかもいると思うけど、ゴレダンはヒカキンはもう確かにデブいっぱいいるけど、これは太ってる。俺ね、これね、結構ジャンキーなんだと思うんだよね。正直みんなよりいいもの食ってるみたいな感じで言ってるじゃん。でも結構でも毎日いいもの食ってんじゃなくて結構ジャンキーだと思うんだよね。カップラーメンとか普通に食べてると思うし、ウーバーイーツでマックとか頼んでそうだし。食べない、食べてない。なんでお前らわかんの？もののなんか 2,3 時間とかさ、長くても6時間しかお前ら生放送見れてないのに食べてないよってなんで断言できるか教えて面白いね。配信で言ってた、配信で言ってたことが全てなんだね。なるほど高いもん食べてるんやろ。あのね、でも高いもん食べんのってめんどくさいのよ。そう、多分これとかも毎日外食してるとは俺は思えないから、アニメ好きだったりとか、そう、趣味の傾向的に家にいる時間の方が好きだと思うからね、食べに行くのだるいじゃん。いいもの食べようと思ったらやっぱり外に出る時の方が多くなってくると思うし、だから高いウーバーイーツっていうけども、高いウーバーイーツって大したことないの。そう、ウーバーイーツで宅配しててすげえ高級品が来るっていう想像俺はあんまりできないから、まあるにはあると思うけど、だからみんなと同じようなものを高い金払って食べてるっていうイメージなのよ。2万近い寿司ウーバーしてる。いやだから寿司は2万近い寿司でしょ。でも毎日寿司食べてるわけじゃないじゃん。だからみんながね、ああこれちょっと高すぎるから安いの食べようみたいな感覚ではなく、まあ一番高いの食べようみたいな感じの感覚ではあると思うけども、毎日超高級品を食べてるんだったら毎日外食しないといけなくなるからねっていう話。え、わかんないかな今の説明で。なんでわかんないの？外に出ないと美味しい、本当になんか美味しくて高級なご飯って食べれないよっていう話をしたんだけど、うん、これだ、高いもん食べてるもんみたいな。かわいいね。なんか食事にプラスで高級品もバクバク食ってるんだろうな。なんかありそうだね。家にシェフ呼んだりできるからな。なんか毎日家にシェフ呼んでる可能性はゼロじゃないから、それだったらいいもので太ってる。その家にシェフ呼んで、キッチンに常に専属のシェフがいて、ね、あの高級な肉とか、鮮度の高い素材とかを使ってたら、ね、それはいいもので太ってるってことになる。でもそうだとはちょっと思えないよなっていう。ってんだこれ。いやだからなんかウーバーイーツだと思うよ俺は。基本はウーバーイーツだと思う。お前ら今度聞いてみろよ、なんかメンバーシップ入ってんだったら、せっかくなんだから。お前ほぼ毎日ウーバーイーツやろっつって聞いてみ。絶対そうだから、考えられないそれ以外で。なんか撮影、 YouTube の撮影とかで外出た時は、はじめ社長2号とかスタッフとか連れてって高級な焼肉だったりとかね、いいもの食べてると思う。うん、でも毎日撮影で外出てるわけじゃないじゃんっていう。基本的にはウーバーイーツなんじゃないかなっていう。ほぼ毎日ウーバーって自分で言ってるでしょほらそうだよね。普通に考えれば分かることだもん。旅行以外外食しない。ウーバーイーツおじさん真実は分かんないよね。名前を怖そうな男の名前にしてるって言ってた。お前がもしこれの収入なら何食う？いやだから変わんない。だから俺はほぼ今と食生活変わんないと思う。でも外に出た時とかは一番ね、選択肢の中に一番高くてうまいものっていう選択肢が組み込まれるだけだよ。ウーバーの高いのなんか高を知れてるだろうじゃねって思っちゃうよね。お前くら
ラスは高い店知らないだろ。俺は知らない、うん、その領域じゃないから。自分ではそんないい店行ったことないよ。連れられて行くことはあるけど、銀座のキューベ行ったことあるから。え、ない、うん、知ってるよ、存じ上げてるけど行ったことない。香川のハラハラなんでだと思う。あの人はめちゃめちゃ食うじゃん、一生食ってるじゃん。いや微妙だよ。なんか俺はね、なんかあそこまで有名になってるところじゃなくて、もうなんかほぼ会員制とか知り合いしか入れないような、なんか個人でやってて看板とかもあるのかないのかわかんない、こんなところに寿司屋あんのみたいなところの寿司屋の方が美味しいんじゃないかなって思う。インターホンないと、なんかインターホン押してカウンターの中に入るような、そういう方が美味しい。そういうところはなんか連れてってもらったことあるけど、俺びっくりしたもん。看板なくてインターホンをして扉の鍵がガチャって開くんで怖いよね。有名じゃいなかった。シャリ茶色くない？俺が行ったところはシャリ茶色くなかった。俺だって最初シャリ茶色いのも腐ってんのかと思ってたもん。いいお寿司屋さん、いいお寿司屋さんじゃなくて、普通にその辺でもさ、赤シャリってあるじゃん。赤シャリ見て、は？腐ってんじゃん、腐ってんじゃんこの寿司とか言って、赤酢知らなかったもん。俺はあんまり好きじゃない、味も好きじゃない。腐ってんじゃん、食って大丈夫なのと思った。いい肉食べてしまった、そこら辺の安い焼肉食べれなくなる。俺そんなことないな。そこそこなんかいい肉とかも食べたことあるけども、なんかやっぱりなんかその辺で食べれるお肉の方が安心するというか、なんかマジでなんかベース庶民舌すぎるから、なんか高いもの食べてもなんか大きな感動とか生まないんだよね。いやまあ美味しい、あこれがなんか高級な味なんだみたいな。いやだけど俺なんか庶民飯でいいやみたいな感じになっちゃう。金箔とかめっちゃ美味しいぞそうなの？じゃあお前さね、なんか将来頑張ってな、あの口いっぱいに金箔入れとけよマジで美味しいとか言うんだったら味しねえだろ希少価値とか立地とか、あーまあそうね。この時間匿名込めてブツクサ言ってるやつがグルメとは思えねえよいやマジでそうなんだよな。多分この時間に嘘だろってもの食ってるから。本物は、本物のグルメのやつとかめっちゃ美味しい店知ってるやつとか、この時間に美味しい店、美味しい店で美味しいもの食ってる。てかもう店っていうか、多分美味しいもの作れるやつと美味しい素材を集められるやつが電話一本で呼べるクラスだよ。こんな夜中に、こんな夜中にいいもん食えるなんていうなんか発想がないじゃん凡人には。もうでもそれができちゃうんだよ金持ってるやつって。皮肉なことにな。じゃあ今食べたいのって高級な焼き肉、それともなんか味噌汁と納豆ご飯、そこに生卵ぶっかけてぐちゃぐちゃにして食べたい、どっち？俺は後者ね、生卵入れた納豆ご飯をぐちゃぐちゃっとして口いっぱいにかき込みたい、うん、だから凡人なんですよ。アナーボーと同じだって思うやつは凡人